M1117 走行警備車は、アメリカ合衆国のテックストロンが V-150、コマンド走行車を元に開発した、双輪走行車で、相称は、ガーディアンや、アーマードセキュリティビヒクルの略称である ASV や AS、ASV-150 などがある。元来、アメリカ軍の戦闘競技では、前線には、重装甲の戦車と、不評戦闘車、 装甲兵員輸送車を配備し、後方の補給部隊や基地の警備には非装甲もしくは軽装甲の車両を充足する編成が取られていた。1980年代以降はこの後方警備部隊には主にハンビーが割り当てられていたが、冷戦終結以降の戦争、紛争には明確な前線が存在しないことが多く、逆に後方においてゲリラ戦による 補給部隊への攻撃が頻発するようになった。事実、1993年のモガディッシュの戦闘において装甲を持たないハンビーはモガディッシュ市外においてあちこちからの銃撃を受けてかなりの損耗を受けた。このためアメリカ軍では広報警備にも装甲車が必要であると判断し M1114 装甲付きハンビーを新たに導入するとと,ともに 1999年には5区、少数の M1117 が陸軍憲兵隊に配備された。21世紀に入って、以降のアフガニスタンとイラクにおけるアメリカ軍に対する攻撃は、RPG-7 などの強力な火器や道路脇に仕掛けられた井戸によるものが主流となり、装甲付き半 B ですら容易に破壊されるほどの損害を多数出すようになったため、 M1117 は急遽多数導入され、補給部隊や基地の警備、パトロールなどに従事するようになった。また、M1117 は海兵隊のエムラッペプログラムにも出品されたが、脱落してしまっている。M1117 は四輪式の軽装甲車である。車体の基本構造は V-150 コマンドと同一であるが、車体正面の窓は操縦士のための視界を、 確保するために大型化されている。乗員配置は、車体全部の運転席に2名、中央部の砲塔に1名が乗り込む。砲塔は、アブナの A1 水陸両用装甲兵員輸送車と、同型のもので、ブローニング M20 機関銃とマーク19、自動的弾銃を同軸並列で装備している。走行は、オリジナルの V-150 コマンドが 7.62mm。 ナトウ弾程度にしか耐えられなかったのに対して、1 2 7トルナトウ弾の鉄鋼弾や、5ラムの対戦車地雷、上空1 5ルでの1 5 5トル榴弾の、炸裂にも耐えられるほどに、強化されている。このため、RPG-7 ヤ井ドによる攻撃からも、乗員を無事に守れるようになっている。一般的な装甲警備車以外にも、装甲兵員輸送車や、 式通信車、走行救急車、走行回収車、走行偵察車などの派生型も発表されている。新生イラク陸軍の装甲兵員輸送車使用 M1117。ありがとうございます。